ドレスナー銀行はかつて存在した、ドイツの銀行、ドイツクレディタンシュタルと、アングロドイチェバンク多数業の支援により設立された、JP モルガンのコルレスバンクとして、アイグをファイナンスした、20世紀末は、投資銀行も兼ねる大手ユニバーサルバンクであった、ドイツ銀行、コメルツ銀行と並び、ドイツ三大銀行と呼ばれていたが、ナチスドイツに国有化されるまで事実上の、 アメリカ資本であった。2001年にバークレーズと関係の深いアリアンツが買収した。世界金融危機課中の2008年にコメルツ銀行に再び譲渡され、翌2009年ブランドとしても消滅した。ドレスナー銀行は1872年11月12日にドレスデンで株式会社として設立された。 ドレスデンはエレクトラルールを世界中へ輸出したザクセン王国の首都であった。由緒あるドレスナー銀行は資本金800万ターラーと従業員30人で出発した。設立に際してはカスケル家の他に5行が出資した。ライプツヒのドイツクレディタンシュタルとベルリン商会、ハンブルクのアングロドイチェバンクに加えフランクフルトの2行が参加した。これらのうち、 ドイツクレディタンシュタルトは1856年、クレディスイスの創業に50%参加した。ベルリン商会は1970年に、フランクフルト銀行と合併。リンクがないアングロドイチェバンクの創業者は、地元ハンブルク政治家のフランツ・アイフェと、ラファエル・エル・ランゲル、その他体制である。エル・ランゲル一族は、英独仏を股にかける実業家で、ロスチャイルド家をデビアスと、 引き合わせ刑罰に参加した。かつての企業ロゴ大不況が西欧の繊維業を衰退させてゆき、ドイツ帝国の経済的重心を移動させた。1870年代にいくつかの銀行や金融会社を吸収したドレスナー銀行はベルリン支店が急拡大し、ドレスデン本店より大きくなった。そこで1884年に本店をベルリンに移した。 最も1950年まで裁判官活地はドレスデンに残した。この1884年には JP モルガンと関係を築いていたと言われる。ドレスナーは戦術のアングロドイチェバンクを含むさらに多くの銀行を買収。1895年には最初の国外支店であるロンドン支店を開き、ドイツ最大級の支店ネットワークを持つ銀行となった。1九0年、 JP モルガンのコルレスバンクとなり、モルガンの利益代表者となった。1906年、ドレスナーはドイツオリエントバンクを設立した。モルガンのコルレスバンクは、ドイツの賞金を1907年強行の時、流出させるだけでなくアイグのメインバンクとなった。ベルサイユ条約による外国資産の没収はモルガンにとり、無問題であった。世界強行の煽りで、アメリカからの投資が、 一斉に引き上げられたバイマル共和制の産業は打撃を受けた。1931年7月にはドイツ第2位の大銀行、ダナート銀行が支払い停止に陥り、ドイツ金融界全体の信用が地に落ちる金融危機が発生し、その結果無数の企業が倒産した。ドレスナーはドイツ国政府の命令でダナートを吸収したが、その後ドレスナーも危機に陥り、 株の66%をドイツ国が25%をドイツ金割引銀行が保有することで救済された。ナチスと結びついたドレスナー銀行はその後急拡大した。1935年アーリア化を先駆けドレスデンのユダヤ系金融機関を吸収し、またナチスの行う諸事業に融資を行ったドレスナー銀行は1937年に再度私有化された。 第二次世界大戦の開始直後には、占領地や領土の東方への拡大で利益を得たものの、戦争によって、支店建物の80%が失われる被害を受けた。戦後、ソ連占領地区の支店はすべて閉鎖され、米英仏占領地区の支店網も、複数の商銀行へと解体された。ハイパーインフレーションで金融は混乱したが、ドイツマルク・ドーニルによる通貨改革で、 業務は通常に戻った。フランクフルトアムマインの旧本社ビル戦後、銀行の再統合でドレスナー銀行は復活した。西ドイツが復興するより早く、1950年代に戦争のヒだねクスブルイスタンブールに代理店を設置した。そして1958年には西ドイツの金融機関で初めて銀行口座のコンピュータシステムに成功した。ベルリンの壁による 営業制限が1963年に緩み、外国へ事業展開する条件が整った。1967年にルクセンブルク支店を設け、ドイツ銀行すらも出し抜いた。翌1968年ニューヨークへ証券主会社を出展した。ADB 主任テオドール・シミット・ショーバーは、翌1969年ボストン証券取引所の理事となり、外国人として、 初めて合衆国内証券取引所の長となった。1974年、ドレスナーは、クバント家が保有する、ダイムラーベンツ株10%を、クウェート投資庁に売却する、巧みな仲介をなして数量を得た。1977年ドイツの秋に、東ドリ、ユルゲンポントが射殺された。後継のハンスは、計算省時代に、フリック一族から賄賂を受け取ったことが、公となって、 レーラーに交代した。レーラーのドレスナーは、ドイツ企業で初めて、東京証券取引所に上場した。1990年1月には東ドイツ最初の、支店を創業の地ドレスデンに開いた。1994年、ドイツ銀行とドレスナーは合計でおよそ23%の、メタルゲゼルシャフト株を保有した。メタルゲゼルシャフトは、鉄以外の重要金属を扱い、 カール・モリス・レーブを働かせていた。1995年には、イギリスのクラインワート・ベンソンを買収し、ドレスナー・クラインワートに再編成した。2002年以来、ドレスナー銀行は、保険大手アリアンツの完全子会社となり大幅な人員削減を行った。中国の国家開発銀行による買収も取り沙汰されていったが、2008年8月31日、コメルツ銀行は、 ドレスナー銀行を2009年末までに98億ユーロで、アリアンツから買収するほか、アリアンツとの資本面、業務面での提携を発表した。2009年5月11日、コメルツ銀行と合併、ドレスナー銀行は消滅した。ありがとうございます。